私は甲府生まれ甲府育ちです。上石田に、今パン屋も経営してますが、そちらで生まれました。ずっと甲府です。ですけど今この地方の甲府なのにもかかわらず、非常に生活が苦しくなってます。この生活が苦しくなってる皆様、同じように感じている方必ずいらっしゃると思います。私は20年間上石田でドイツパンを作っております。なぜドイツパンなのか、もうアメリカから入ってきている小麦で、戦後ずっと日本は食料を、日本人の食料は我々自由にはなってないので、そこをまず気づいてほしいなと思います。私は国産小麦でパンを作りたい、そういう気持ちでドイツパンを始めてます。なぜ国産小麦なのか、それはアメリカから入ってきている小麦というのはどれほどひどいのか、ぜひ今からお話しいたします。メリケン粉と呼ばれて、もしくはうどん粉と呼ばれている当時から、アメリカの戦後、アメリカから入ってきているのは戦後ですね。その当時イエローモンキーやジャップと呼ばれてた我々日本人に小麦を輸出するわけです。そんな敵対してる国からもらう食べ物って、どういうふうな感情がその麦に、食べ物に入ってるか想像してみてください。私は怖くて、アメリカから入ってきてる、その戦後からの入ってきてる小麦に対して怖くていられなかったです。そんな小麦をずっと食べたいなんて思いもしないです。どれほど悪いことをしてるかまだ全然話してないです。ただ感情の中だけで、メリケン粉っていうのを我々が食べさせられてるっていう状況だったんですね。それで健康になるわけはないです。体が良くなるわけはないです。もっともっとこれから話したいのは、アメリカや外国から入ってきている小麦どれほどひどいか、ただ単に今パンの話でなく小麦の話だけです。パンっていうのはもう一度話しますけど、パンは小麦、塩、水、酵母、この4つの材料だけでできます。もう全部重要なんです。酵母、もう一度言います。小麦、水、塩、酵母、この4つの材料だけでいいです。今パンっていうものの売ってる袋に入ってる袋の後ろを見てください。どれほどの材料名が入ってるか、内容物が入ってるか、異常です。こんなもの食べて体にいいわけはないですよ。だから参政党は小麦製品のパンを食べるなと言ってるんです。今日本にあるパンの 99% 全部外国産小麦を使ってます。日本のパン屋さんのたった 1% です。国産小麦をちゃんと使ってパンまでしてるところは、さらにそこに添加物や油や塩を、油や砂糖を入れる。先ほど言う4つの材料だけじゃなく、そこに砂糖、油入れるパンっていうのは実は体に良くないんです。ふんわりさせるんです。砂糖を入れればふんわりするんです。柔らかくなるんです。油入れればさらに柔らかくなります。保存性も良くなります。パサパサ感がなくなります。そういうものを食べたいって思えば、毒を食べてるのと一緒です。砂糖っていうのは実はがんになりやすいんです。もうそれはね、科学的に医療的にも分かってることです。砂糖を取るなと、簡単には情報はちゃんと出てます。それをパンを食べるだけで砂糖は入る、油も入る、体の中に入れる。その油も今昔みたいに絞ってる油じゃないんです。全部科学的に油の成分だけを抽出するような方法をしてるんです。そんな油を体の中に入れていいわけがないんですよ。もう一度言います。小麦だけの話を先ほど私はし始めました。メリケン粉っていうアメリカから入ってきてる小麦だけです。今小麦がアメリカから入ってくるときに、まず畑では土壌消毒をします。そこに麦をまきます。その麦もバイオテクノロジーということで、麦の改良ですね。今だ遺伝子組み換えの話じゃないです。バイオテクノロジーで作られている小麦です。その時点でもう小麦の成分がおかしいんです。で、どうしてバイオテクノロジーで作るかっていうと、今皆様が小麦を食べている中で、ラーメンやパンっていうのが皆さん好きなんですね。どうしても小麦製品の中では中心になるんです。タンパク質量っていうものを高くしないとパンにならない、ふわふわしないというふうに考えるから、小麦のタンパク質量を上げるんです。小麦のタンパク質量を上げるためには土の中に窒素を入れなきゃいけないんです。これが今ウクライナで騒がれている肥料が入ってこなくなるよと言ってる原因なんです。
ウクライナで肥料を作ってるんです。化学物質の会社が肥料を作るんです。それが窒素分なんです。その窒素分を畑に入れればタンパク質量がアップするんです。小麦どれだけ悪いのか、今まだタンパク質の話だけです。さらにもう農薬、それ以外にも農薬っていうのは何のためにまくかって言ったら、もうその除草剤ですね。今日本はその除草剤っていうのがどれほど規制されてないか、規制がないんです。日本の除草剤に対して世界では除草剤も規制がいっぱいあるんです。日本は化学物質大国なんです。農薬大国なんです。それだけでももう小麦は良くないんですけど、まず農薬をまいて、さらに先ほど言う窒素分も入れて、今度収穫前ですね、収穫前に向きを、粒を大きくするためにプレハーベストって言って、農薬前農薬っていうのがあるんですね。それをまくことによって粒の大きさが、量が増えるんです。さらに麦の方からポロッと取りやすくなるんです。その後の収穫の作業がしやすくなるんです。そういう麦をアメリカやオーストラリア、カナダは作ってるんです。それを我々が全部食べてるんです。日本の小麦製品はほぼみんなそんなのしかないんです。今まだ小麦の話だけなんですけど、今度日本に輸入するとき、アメリカから例えば出すとき、検閲っていうのを通らさなきゃいけない。検閲っていうのはどういうものかって言ったら、生物を全部殺さなきゃいけない。食べ物についてる生物を全部殺さなきゃいけない。だから毒ガス室を、麦を通すんですね。毒ガス室の中に麦を通さなきゃいけない。そんなところを通して麦が美味しくないのレベルじゃないです。もう毒ですね。そこを通すんです。でさらに船で日本まで運ばれてくるときに、何週間かけて日本まで運ばれてくるか想像してみてください。太平洋を越えて入ってくるんです。その間船の中でカビが生えたら、カビ用のまず薬品をまくんです。直接麦にまくんです。で虫が発生したら、その虫が小麦を食べたら、小麦の粒を食べたら死ぬような、また薬品を小麦の粒の上にまくんです。さらにネズミが出たら、ネズミ用の殺素剤っていうものをまた麦の上にまくんです。そういう農薬まみれのものが船の中に入って、何週間もかけてやっと日本に届くんです。今麦の話だけです。これは小麦の話だけです。でさらにそれを船で着いた港でストップしておくんです。またそのストップしてるときにどういうことやるかって、長期保存する、暑い、こんだけ暑いところで保存しなきゃいけないんです。エネルギーもいっぱいかかります。そこから大手の製粉メーカーに行きます。さらにその製粉メーカーで作りやすいようにするために酵素を入れたり、あとビタミン C を添加したり、より白くさせたり、小麦っていうのはどんどん変化するんです。変化させて使いやすいように、作りやすいようにするんです。それが今海外から入ってきている小麦なんです。皆さんがそういう小麦を食べて病気にならない保証は私はできません。もう話聞いててわかると思います。だから参政党はパンを食べるなって言ってます。でも私はそのパン屋なんです。でパン屋だからこそ裏事情が全部わかるんです。今小麦の話だけです。もう一度言いますけど、これ水も今、ちょっと言いづらいかもしれませんけど、これ本当に